ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。お名前は？門脇秀樹です。はい、出身はどこですか？出身千葉県ジャパン、うん、じゃあなぜいつ日本に東京に来ましたか？いや、長崎の道場、長崎県の道場からこちら側に移籍、なるほど。しばらく道場に泊まりましたね。うん、どういう経験ですか？どうでしたか？不便。不便。不便。ノンアル。なるほど。じゃあ現在の生活についてちょっと教えてください。現在の生活。うん、仕事とか。ああ、うん。仕事の時間がだいぶ減らす。ちっちゃくなったから。うん、うん、まあ不自由はない。グッドな生活。うん、じゃあ朝で仕事をして、うん、で夜は練習ですか？そうそうそう、はい、うん、なるほど。はい、練習のスケジュールちょっと教えてください。練習のスケジュールは、うん、毎日、うん、エブリデイ、うん、で、サムタイム時々雨が降ってきたらお休み。うん、なるほど。どうして MMA を始めましたか？向いてるかなと思って。向いてる、向いてるかなと思った。今どう思いますか？どうして続けますか？他にスキルがないから。うん、オンリー、格闘技オンリー。なるほど。門脇スペシャルは何ですか？まあ柔道の技だけど、柔道、まあチョークだ、チョークスリッパー。うん、何回門脇スペシャルで勝ちましたか？ルミナサトで、ルミナサト倒しましたか、その技で。うん、倒しました。はい、ではグラップリングの試合が多いと思いますね。うん、もしくはアマチュアの試合は多かったけど。なるほど。MMA にはどんなところが好きですか？まあルールが自由なの、まあフリー、うん、そう、ストリートに近い。ストリートファイトに近い、まあ近いだろう。うん、なるほど。うん、じゃあいつか海外に戦いたいですか？うん、はいはい。場所っていうか、ね、知らない人がいっぱいいるから、うん、うん、いろんな人と戦いたいから。じゃあ今回のタイトルマッチの感想。感想、うん、いや時期的に早く来たから、タイトルマッチが、うん、予想よりも大幅に、だからびっくりしてます。うん、じゃあ相手について。うん、田村、うん、オールランドファイター。じゃあどんな試合になりますか？あ、全然わかんない。全然わかんない。わからない。相手もその実力変わってるから、うん、全然わかんない。門脇さんの方、何を練習していますか最近？最近、まあでもオールランドオール。なるほど。じゃあ他のコメントあり